近づくよ近づくよ、グッドモーニング。今回は30日目でございます。無印良品で購入しました化粧水ですね。こちら乳液ですね。高保湿タイプ使っていきたいと思います。続いてウーのフェイスカラー、続いてファンデーションを塗っていきます。続いてカバーパーフェクションチップコンシーラー、続いてノーセバムミネラルパウダー、これをね仕上げにかけていきたいと思います。今までねファンデーションだと勘違いしてつけてましたけどね、仕上げのパウダーです。これはねファンデーションとかのね、ノリが良くなるのでね最初につけます。まあ、ただこれはねマット感が出てしまうらしいので、韓流メイクにはあまりおすすめできないそうですね。なのでまあ部分部分にねつけていくのがベストですね。はい、ハイライトのシェーディング塗っていきます。アイシャドウ描いていきます。続いてダブルラインエクスパートですね。ではアイライナー描いていきます。アイブロウなんですけどもね、この先がねボロボロになってしまったこの悲しいアイブロウです。これちょっとようやくね新しいのを入手しました。こちらでございます。DTRT アイブロウペンシル、こちらですね、Amazon で購入してきましたけども、これはですね眉で変わる男のイメージということで、まあメンズ用の、アイブロウペンシルということなので、どんなもんなのか使ってみたいと思います。こんな感じです。アイブロウペンシル、こういうペンシルですね。ちょっと思ってたのと違いますけど、反対側はポテトキャメルみたいなやつになって描きやすいですね。しかもいい感じにこのグレーの色なので、濃すぎる眉毛になっちゃったんですけど、今までいい感じの自然な感じの色合いになります。はい、ということで今回こんな感じでございます。新しくね入ってきましたアイブロウペンシルですね。こちらの DTRT ですけど、これも非常に眉毛が良かったです。あとねノースラムミネラルパウダーもファンデーションじゃないっていうのも分かりましたので、使い方をね徐々に覚えていき、学んでいきたいと思います。本日はこんな感じですね。それではまた明日もお会いしましょう。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。シュッ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